本日やっていくのは6年1組というゲームになります。はい、またしても異変探しのゲームですね。まあ、主人公は忘れ物を学校にしたらしくて、それで教室まで取りに行くよというだけの話なんですが、無事にたどり着けるでしょうかね。掲示板、6年1組に忘れ物を取りに行きましょう。ただし校内に異変が発生しています。異変がなければ上の階に、異変を見つけたら下の階というルールがあるみたいですね。1階。まあ例によって1階はデフォルトなんでしょうね。こっち入ってみる。何もない。あ、猫ちゃんがいる。猫ちゃん。ね、猫ちゃん。どっから入ってきたのお前は。ちょっと顔が怖い感じの猫ちゃんですね。はい。猫がいる。ここは猫がいる部屋。部屋何の部屋だろうね。そういえばさっきの部屋。わかんねえわ。1年3組。ちょっと通り過ぎてみる。はい。壁で何もない感じ。はい。1年3組を改めて見てみますか。特に何もない。これ、あ？これなんて書いてる？カレー？今月の献立表。わかりやすー。毎日カレー。土曜日は半日の授業なのかな？はい。カレーですよ。カレー。飽きるなー。カレーばっかりだと飽きるなー。でもこれカレーって書いてあるけど、もしかしてルーだけとか。ルーだけとか、カレー、ライスとか書いてないもんね。カレー、ルーだけかもしれない、これ。ね。何につけて食べるかはみんな家からね、いろんな食材持ってきて、勝手に食べて、みたいな。学校でね、カレーのルーだけ準備します、みたいな。そんなこともあるかもしれない。毎月カレーか。毎月じゃないな。今月はカレーか。来月になったら何だろうね。コッペパンだけとか、あるのかな。牛乳だけとかね。こっち見たわ。話してたらもう何してたか分かんなくなっちゃった。カレー美味しいけどね。小学生の頃、小中ぐらいの給食のカレーね。あれなんであんなに美味しいんだろうね。ロッカーは知らない。教室でのルール、話をよく聞こう。分からないことは質問しよう。何事にも最善を尽くそう。思いやりのある行動をしよう。お互いを助け合おう。助け合うなんて無理だな。足の引っ張り合いがね、やっぱこう、社会の縮図みたいなね、ところが学校にもあるからね。そんなにうまく助け合ったりはしないよね。あ、ここはちょっと違うね。さっきの教室と。普通の教室にこんなの飾ってあったっけ？あんま記憶にないな。もうやっぱ音楽室とかね、美術室的なところに飾ってあるようなもんが置いてありますね。これは？これ何？モナリザ？だっけ？こっち誰こっち誰ベートーベンだったらね、すぐ思いつくんだけど、これ誰だろうね。有名な人って言うと、モーツァルトかシューベルとか、そこら辺の人かな。キリッとしたね、男前の人ですけど。ちょっとわかんねえわ。はい、地球儀。地球儀が揺れている。これ自分が揺れてんのか。これ多分調整できなかったような気がするんだよな。足跡が響くだけのシンプルなゲームです。はい。1年1組。なんか光ってるね。教室のあのプレートっていうか光ってますね。これなんもないんだけど。なんもない分、異変があれば気づくか。気づきやすいってことか。さすがにね、机の中とか何もないよね。これあったら意地悪だな。これであったら意地悪だな。まあこれでパッと見てすぐわかるようなものだったらまあって思うけど。ってなわけで行ってみましょうか。うん、見たね。で、上に行くと6階まで行けばいいんだろうね。2階。はい。さあ何が起こる？ルールは別に変わんないよね。勝手にルールが足されてるとかないよね。猫ちゃんも変わらないよね。泣き方がすごいな。泣き方がすごいブサイクに見える最近あんまりね、動物の動画とか見てないんですけど、あれね、毎日のように見てたんですけどね、最近はね、なぜか見てない。
猫ちゃん動画とかよく見てたんだけどな。気のせいか？気のせいか？ブスって言ったけど。気のせいか。はい。特に何もないですよね。あ、足音でかいな、それにしても。はい。特にない。ちょっと走ろうかな。廊下は走らないって書いてるのに、走っちゃったわ、ちょっとだけ。移動がほら、かったるいじゃん。窓の向こうに何か映るとかあんのかな？あるかもしれない。はい。教室、あった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 。あった、ありました。顔が。あれかな？ちょっと男前のとかさっき言ったから、もっと俺をよく見て、みたいな。アピールしてんのかな？はい。で、異変があったら、確か下の階に行くんだよね。下の階に行っても3階に行くの？ちょっとわかんないな。行ってみよう。今なんかめちゃくちゃ入り口暗かったけど。3階になってるわ。なるほど。上に行っても下に行っても正しい方向に進めば、階が進むということだな。はい、猫ちゃん。お元気？横を向いて。にゃー。はい、にゃー。にゃー。にゃー顔がブサイクっぽいぞ。はい。特に何も。ん？こんな壁だったよね。気のせいか。おう。はい。一応奥の方まで見てみましょうか。とは言っても何もないんだよね。ここで見るべきはやっぱこれだろう。カレー。カレー。多分何もないと思うんだけどな。はい。何もない。戻ります。廊下を走らない。はい、ルールも変わんないっぽいね。ということで、はい、さっきは顔がでかくなってたけど、今回は普通っぽいね。モナリザさんもなんかアピールしていいよ。アピールしていいんですよ。地球儀はさすがにね、これで大陸の場所が変わってるとかあったらちょっとびっくりだけどね。って思っちゃうけどね。アフリカ大陸。はい、多分大丈夫。3年1組。ちょっとびっくりした。ゾーパオー。声は聞こえない。声は聞こえないけど、今パオーって言ったね。はい。ゾウさんが現れたということで、異変ですね。なんか異変が続けてくるな。まあ、それはそれで、良きことですよ。何もないことほどね、退屈なことはないんで。はい。これで、4回ですね。ルールは変わんないと思うけど、万が一でもね、はい、猫ちゃん。変わんないね。ここら辺に何か、この、何のために置いてあるかわかんない棚に、何か置いてあることとかあるのかな？特に窓に映ったりもしないよね。はい。カレー、カレーだな。このカレーの中に一個だけ何か違うものがあるとかないのかね？間違い探しの間違い探しみたいな。ここも何もないです。はい。ということで、廊下を走らない。教室でのルールも変わらない。もうなんか見えてる。見えてるよ。あれ、走ってきたりはしないよね。走ってきたりはしないか。あ、クリックすると動く。ジャブ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 。ジャブ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 。フックフック。これフックかな。よくわかんない。ボクシングあんまり詳しくないんでわかんないけど、とりあえずなんかシャドーボクシングが大好きな骸骨がいたので下に行きます。
5回。このゲームは結構優しい感じのゲームなのかな。すごく怖いみたいなのは今のところないよね。楽しくやらせていただいてます。楽しくやらせていただいてます。はい、今回は誰もいないかな。二人ともおとなしく絵になってるね。地球儀はわからん。なんかあったりしないよね、地球儀に。地球儀に落書きとかしないよな。はい、僕の部屋行ってみましょうか。5年1組。自分が5年生の時のクラス忘れちゃったな。5年、5年生の時何組だったかな。6年の時はね、多分2組だったんですよ。いや、本当に？ダメだわ。もう全然記憶にない。はい、今回は異変がなさそうなので上に行きます。でも上に行って6階になったらもうゴールだね。あ！あれ？なんかあったっけ？あれ？あれ？はい、頑張ります。あ、ワンちゃんになってる。これなんだっけ？ペグみたいな、そんな感じの、あれだっけ？大丈夫、一人で生きていく、いける、あの犬。犬ってね、なんか群れで生きるみたいなイメージがあるから、あんまり一人ぽっちだと寂しいんじゃないかな。で、2階に来ましたと。まあ、猫ちゃんはね、なんか異変あるだろうとはもちろん思ったけど、これなんもないな。はい。犬になるとはね、まさかのワンちゃんになるとは思いませんでしたね。おう。カレー。カレーだけだよね。カレーの中になんか変なの入ってないよね。それにしてもさっき異変ってなんかあったっけ？なんだったんだ？廊下を走らない。あ！助けてになってる。教室でのルール。教室でのルール、助けて。はあ。助けてと言われても、困っちゃうな、お兄さん。どうやって助ければいい？誰をどうやって助ければいいんだい？はい。あ、かわいい。かわいい。かわいいですね。亀飼いたいけど、ねえ、ちょっとやっぱ水変えたりとかいろいろ、やっぱそれなりにお世話はね、しなくちゃいけないっていうのは、今の私にはなかなかできないんですよね。4階来ました。ここは動物の飼育部屋なのか、もしかして。犬になったり猫になったりね、亀がいたりとか、飼育部屋なのか？はい。おー。特にないですね。あ、廊下走れ。廊下を走れ。遠目にもちらっとなんか違和感があったけど、廊下を走れ。なるほどね。廊下を走る場所なんだ。了解です。今度から廊下という名のつく場所はすべて走ることにします。猛ダッシュで行く。さあ、5階。にゃー。猫さんしかいない。
で、ここはカレー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 、全部カレーだな。カレー以外はないよね。はい、カレーないで、カレーないじゃない、カレー以外ないです。一応見とく。多分何もないとは思っても、確かね、商品の概要のところにホラー要素は薄いみたいなのかと書いてたんですよね。なので割と楽しくできる感じのゲームなんだと思うんですね。まあホラー要素があっても楽しいんですけれども、人を選ばないというか、そういった優しいゲームになってるはずなんですが、はい、あのあいつ、モーツァルトかシューベルトらしき人、目ん玉が目ん玉がどうした、これ何が入ってんのこれ、どうしたこれこれでちょっと怖いけどねちょっと怖いですけど、はい、ということで異変があったので下に行きましょうか。はいよ、6階。これ6階っていうことは6年1組に行ったらもう終わりなんじゃないでしょうか。あ、やっぱそう、あ、そうだね。あー、残り16。はい、6年1組やってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうかね。残りの異変数が16ってなってたんだけど、動画にしていない異変が2つ実はあるんですよね。窓の外のドクロと、あと部屋の中に車が出てくるみたいなのがあったのかな、2つ。うん。まあ残り16の異変やっていくかどうかちょっとまだ決めかねていますけれども、まあ、このまま終わるかもしれないし、まあ皆さんから希望があれば、異変の回収もしたいとは思っていますが、とりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。